おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さてさて、今回は何をやっていくかと言いますとですよ、皆さん、そうですね、もうお分かりですね。今週来たこちら、ぶっ壊れ戦術スカウト新選手解説していきたいと思います。今回は戦術スカウトそれぞれのガチャの内容ではなく、新しく来た新選手、合計14人かなの選手たちをですね、それぞれ解説していきながら、どの選手が強いのか、そしてこの選手は引かなくてもいいんじゃないのかみたいなところをですね、話していけたらなと思います。まあ、話す内容というか選手の評価みたいなところは私個人的な、ね、意見にはなってくるんですけれども、まあ、あくまでも3段階でね、もう現環境でも、頭抜けてます、輝いてます、取ってくださいっていう A ランクで、 B ランク悪くはないんじゃないですか、スタメン十分入れれますっていう B ランク、そして C ランク、この選手はわざわざ取る必要がないですっていう、この3つでね、分かれて評価していきたいと思いますので、早速やっていきましょう。さあ、新選手見ていくのめちゃくちゃワクワクしますね。まあ、エルガジだったりデヨング、デンフリースみたいなところも話していきたいんですけど、今回は新選手だけでいきます。まずはサイドアタック、エンゴロカンテですね。評価 B です。いや、お前カンテ A じゃないんかいと思ったそこのあなた、大変申し訳ございません。 B なんです。なんでなのって話なんですけど、確かにね、5つのハイマーク超強いよ。で、後方のドリブラー、ディフェンス能力大アップ強いけど、ドリブル特大アップは正直 DMF にいらないし、この能力でステータス見てほしいんですけど、パスカット SA、 マーク SA までは分かりますが、タックル B だけなんですよね。で、十分強いんですけど、個人的な意見ですよ、個人的な意見ですけど、これだったらサイドの負けレレでいいと思う。総合値が12500ないですけど、12000ないですけど、サイドの負けレレは全然負けレレで十分だと思います。で、もう一個カンテのこのネックは、ユーロチャンピオンカップスターズっていう二度と来ない国の、クラブなので、国じゃないクラブなので、やっぱりこれを考えた時に、この能力、このスキルで、この特徴で、カンテ A とはなかなか言えないかな。ただ、さっきも言った通り、 B って十分スタメン入ります、強いですっていうところが B ですので、 A は本当にね、これはマジで取った方がいいっていうものが A ですので、そういう表現をさせていただくのであれば、このカンテに関しては取っておいて後悔ない選手だと思いますし、チームにいたら十分ね、私も相手のチームにいたらめちゃくちゃ嫌ですし、ゲームにおいてきちんと影響を発揮してくれる、そういう選手にはなっておりますので、そこはご安心いただけたらなと思います。さあ、そうしたらですね、お次アレックス・テレスいきましょう。テレスはね、まあ B かな。正直サイドバックの、ジョーカーってそこまで一枠使うほどか、監督させるほどかっていう問題はあるので、もちろんね、無限にお金使えて無限に選手手に入れられるんだったら全然いいんですよ。毎月10万サカツク課金しますだとか、ガチャが出てきたら全部、引いてますみたいな人はいいんですけど、そうじゃないんだったらわざわざ来たら使ってもいいけど、わざわざ監督させるほどではないかなとは思っちゃいますね。テレスの現状を見ても、やっぱり将来性がそんなにある選手とはなかなか言い難いので、新バージョンが来るかどうかも難しい。そんな中でユーロチャンピオンカップスターズの縛りがありってなると、ちょっと難しいかな。スキルは悪くないんですけどね、はい、なんで B かな。で、決して弱くはないですし、いたら十分強いので B だと思います。さあ、お次クルトゥアですね。クルトゥアね、 A と言いたいんですけど、こちらも B なんです。ごめんなさい。セービング SAA がね、ちょっとわからんのよ。わからないんですね、これ。ハイボールと飛び出しが全くないんです。一応キングオブゴールキーパーで能力特大アップしてて、フィジカルセーバーでセービング特大アップ、パワースピード大アップあるんですが、で、まあ、ティボクルトワに関してはおそらく出すじゃない、おそらくですけど、また新バージョン来ると思うんですよ。ただね、ちょっとわざわざ今ね、環境の中で頭一つ抜けてるかと言われたらそうではない。もちろん強いゴールキーパーなので B 評価、スタメンクラス、現環境で十分スタメン張れるクラスではありますが、まあ A っていうほどではないかな。正直ちょっと A はかなり厳しめにつけさせていただけたらと思います。ということでね、すいません、サイドの3選手は全員 B 評価でございます。
お次ポゼッションいきましょう。まずエミール・スミスローですね。エミール・スミスローに関しては B ですね。 B としか言えない。ジョーカーシュート長は悪くないですが、 11,800 の総合値、ゴールハンター、デアルテロング、本当にね素晴らしい構成です。で能力もシュート AA ドリブル AA なのでめちゃくちゃ強いですが、あの現環境でスミスローの存在がそこまで新しいクオリティをもたらしているかというとそうではないんですよね。このクラスのアタッカーだったら他にも今までいましたので、まあそういうところで B かな、十分 A とも言えるんですけど、あのぶっ壊れってほどではないのでちょっと B と言わせていただけたらなと思います。お次がグラニト・ジャカーですね。ジャカー好きなんですけど、この正誤射がマジで意味わからん。ファールしにくくなるディフェンス能力大アップなんですけど、このジャカ作った人ジャカ知らんのか。いやマジでこれはダメでしょ。ジャカ好きな人こそここあれでしょう、ファールしやすいけどディフェンス能力特大アップがいいでしょうね。えあの選手の性能云々ではなく、グラニト・ジャカーというその彼が好きな人はあの無駄にカードもらうけどとにかく熱いジャカが好きだと思うんですよね。この間も無駄にカードもらってましたが笑いましたが、ここがちょっとねネックなんですよね。まあ、ただ悪くはないです。レザルトタックルもすごい強いしね。はい、ただジャカーに関してはスタミナ系の特徴がないのでめちゃくちゃ優秀な DMF ポジションの選手ではありますが、うん、まあちょっと A とは言えないかな。こちらも B じゃないでしょうか。 B の選手が多いのは新選手って基本的に強いですし、ただ強いけれど今まで説明してきた選手はぶっ壊れじゃないっていう話ですね。ジャカーにこれで5つの牌が4つ特徴を持ってて1つ5つの牌だったら、A ランクだったかなと思います。お次ジョバンニ・ファン・ブロンクホルストですね。これはごめんなさい、もう A ですね。これも説明する必要ないかと思いますが、まずキャプテン特徴で、フォワードのスピード特大アップ、シュートパワー大アップということで、あの最近来てるねミッドフィルダーまで能力上げるとかではなく、もう純粋にあのフォワードだけ能力上げますよと。でスピード特大、パワー大、シュート大アップ、いやこれは強いですね。普通に強い。あのキャプテン特徴は好みありますが、全体が上がる方が好きな人もいればフォワードだけ上がる方も好きな人もいますが、私は別にどっちでも特にいいですが、とにかく強いということは間違いないですし、特徴4つで1枠がキャプテン特徴っていうのも魅力的ですよね。で攻撃の主戦車、ディフェンス能力とフィジカルダイアップ、これ強すぎるんだよな。で反撃、パスカット、ドリブル特大アップで、ラン&フィード、ここまで見たらねまあまあよくありがちじゃないのって思うかもしれませんが、スキル強いんですよ。トボンドリブルでディフェンス選手全員のタックル、パスカット、特大ダウン、いやかつディフェンス選手全員のスタミナショーダウンなので、この選手にトボンドリブルやられて自分のディフェンス削られたらたまったもんじゃないですよね。でアウロラフィード持ってます。でドリブル SA、 パス SA なので本当にさっき言ったようにたまったもんじゃなくてですね、このブロンコホルストが攻撃参加してきてドリブル仕掛けてきて自分のディフェンダーの能力とスタミナ削られながら中にクロス入れられようものなら本当に腹立ちますし、多分ねブロンコホルストのドリブル能力があったらよっぽど守備硬くないサイドバックじゃないと抜かれますね。これは硬さがよっぽどある選手じゃないとドリブル突破されちゃいますね。いやめちゃめちゃに欲しいですね。あの一番欲しいかもしれない今回の中で。はい、さあお次カウンターいきましょう。カウンターですね、まずロカテッリなんですが、C です。すいません、いいとこが見つかんなかった。強いんだよ、聖護者とか持ってるしね。でもやっぱ 11,800 で特徴3つってもう何も言えないじゃんっていうところで C です。でちょっとカウンター飛ばして先に中央行くんですけど、あのワイネルドゥムはジョーカーがあるので一応 B って言いたいけど、マーベラストラップ枠だと思うんですよこれ。正直後半からこのマーク B、タックル B、パスカット AA の選手出すってどういう状況って思いますし、あ守備できないと結局マイボールにねするまでに時間がかかっちゃうので、結構厳しいんですよね。でベルナトに関しても 11,800 の特徴3つでターンドリブル持ちで、ディアロに関しても 11,800 のタングルドマーク持ちなので、ちょっとねこのね中央3選手はねワイナルドゥム B の他2選手 C でみんなスキル枠ないような気がしてます。貫突できてもワイナルドゥム貫突して後半から入れないかな私は。はい、そしたら最後カウンター見ていきますが、サレマーカーズが B ですね。
で、なんでこの選手 B なのって話なんですけど、マーク BB パスカット B なんですよ。でやっぱりミドフィルダーとウィング両方できる選手なので攻撃力が欲しいんですが、まあ、最低限守備もできますと。で今回イタリアリーグスターズのフォーメーションコンボだと3バックに DMF1 枚だったかな確か。なのでサイドの選手も守備が求められるんですが、これってすごく特殊な状況だと思うんですよね。なのでイタリアリーグスターズのフォーメーションコンボ以外でこの守備ができるって能力が腐っちゃうので、他は本当に強くて魅力的な選手なんですが、ちょっと B としか言えないかなと思います。で最後皆さんもお分かりですね、ディバラです。 S ですね、はい S です。あの A ですらないですね、 S ですね。これはね強すぎる。まずジョーカー、特大アップなので、ジョーカーシュート超とかジョーカードリブル超じゃないところでどうでもいいんですよ。だってあれってシュート超でもシュート大アップするだけですからね、所詮。でこの人特徴でゴールベナラでシュートドリブル特大アップしてるので、シュート超みたいなやつがもう本当に霞みますよね。で曲芸師でパス取り特大アップしてるので、なん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 って感じです。ジョーカープラスドリブル特大アッププラスオフェンス能力特大アップ持ってて、かつプレスキック蹴れますよっていう話なんですよ。なんなんやばすぎでしょ。デアルテロングは正直ちょっと微妙かもしれませんが、もうどうでもいいよねこんだけ強かったらね。ドリブル B かとか思いますけど、いやどうでもいいっすね、強すぎて。全部ディバラでいいんじゃないのって感じです。ディバラがいるかいないかで本当に勝てるか勝てるか勝てないかって言い方したらちょっとあれかもしれませんが、本当に多分変わりますね。ディバラがいるかいないかはもうめちゃくちゃチーム変わると思います。本当に取った方がいい、本当に取った方がいいですね。私あんまりこういうこと言いたくないんですけど、この選手取っとかないとね、だいぶ SWCC で勝てる勝てない決まってくるんじゃないかなと思いますね。はい、ということで、今回の動画こんな感じにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗ってます、トフでした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております、トフでした。バイバイ。